少子化対策をしたいよね、した方がいいよねって思ってる人は日本にそれなりにいるんですけど、残念ながら少子化対策をしない方がいいよね、そこにお金を払うべきじゃないよねって、うっすら思ってる人が多数派なんですよね、日本は。少子化対策しないといけないよねってもう30年前から言われてるんですけど、でも少子化対策より、まず俺たちに金をくれよ。年金の額もっと増やせよって思ってる人が多数派なんですよ。で、あの、そういう人たちって綺麗事として、まず年金はくれと。少子化対策を反対してるわけではないと。でも まず年金をくれとっていうので、優先順位っていうのが、電気をくれが先だったりするので、なので、基本的にはその、いや、あの、少子化対策大事だよねって口先では言うんですけど、実際じゃあ少子化対策に金配りますっていう政治家が当選するかというと、しないんですよね。なので、日本人の多数派がそう思ってるっていう時点で、党を作るとか、誰かが協力するってやったとしても、解決はしないと思います。要はその、民主主義っていうのは、国民がどう思うかっていうところで物事が決まるので,で、国民は高齢者の方を豊かにするべきであるっていう、 を持ってる人が多数派なので日本人の平均年齢がもう51歳とかかなもう子供を作れない年齢の人が多数だしでこれから働けなくなって年金をもらうっていう人が大勢なのであの多数決でやってる時点で積んでるのでその少子化対策をして日本全体をなんとかするのは無理なんですけど地方自治体だけなんとかするはまだ可能だと思うんですよねではその日本全体の場合だと日本でじゃあ投票して国会議員っていう人が決めるんですけど例えばじゃあ福岡だけ良くしたいです福岡はじゃあ じゃあ、若者を幸せになる都市にします。だから、若者は福岡に集まってくださいっていうので、じゃあ、若者が福岡にバンバン集まって、将来を頑張りたいって言ってる若者が集まって、そこでその投票するっていうのであれば、若者ばっかり集まって、平均年齢の低い地方都市っていうのを作ることは可能なんですよ。なので、そういう形で、その若者を優先します、この都市はっていう形でやって、若者を増やして、平均年齢を下げて、で、若者は過ごしやすいからそこにいるし、友達とかに打ち来ればっていうので、どんどん若者を増やすみたいな形は可能なので、なので、その、 地方からそこのその若者がうまくいって子供が増えるっていう赤市とかもそうですけど子供の医療費無料にしますっていう日本の中心の赤市っていうところなんですけどっていうので地方自治だったらまだなんとかなるんじゃないかなと思うんですけど国政の方で日本をなんとかするのはもう無理なんじゃないかなと思いますこれあの金融政策で日本をなんとかするのも無理なんじゃないかなと同じ理由でさえ日本は飯がうまくて治安が良くてめちゃめちゃ住みやすいのにどうして政治家だけはクソの子みたいなばかりなのでしょうか自分はまだ二十歳ですがひろゆきがこの時まだまだましだったという時代はあります ま、過去の方が良かったって多分みんな言うんじゃないですかね。だんだん悪くなってるので。昭和の時代は結構優秀だったんですよ。田中学園さんっていう人が、えっと、所得倍増計画、あ、それ、池田内閣か。所得倍増計画っていうのをやって、例えば給料20万円の人が、じゃあ給料40万円ぐらいもらえる国にしようっていうので、まあ、倍にはならなかったんですけど、実際その一般庶民の所得を増やすっていうのは成功したんですよ。っていうのがあって、その一般庶民の所得が増えた方がいいよねっていうのを昔の昭和の時代の政治家っていうのをやってたんですよね。 で、ところがどっこいや、今の日本って、1990年の平均年収を未だに超えてないんですよね。なので平成になってからって、あの日本人の所得って実は増えてなくて、で、世界中はずっと経済成長してるんですよ。なので、あの、相対的には、その海外はめちゃめちゃ儲かってるけど、日本人の給料っていうのは全然増えてないよねっていう状態なんですけど、それが僕は問題だと思うんですけど、あの問題の原因は、それが問題だと思わない人が多数派なんですよね。民主党政権が悪かったっていう人いるんですけど、1990年から30年間、 民民主党党がが政政権権握握っっってててたたのって4年年ぐらいでそれ以外26自んですよなので、じゃあ、責任は誰なのっていうと、まあ、自民党のせいなんですよね。<laughs> では、なので、自民党に任せていた結果、ずっと庶民の所得は増えませんでしたよっていうのが事実としてはあるんですけど、でも自民党を支持する人が多数派なので、政治家が悪いというよりは、その別にお金、その庶民の給料が増えなかったとしても、政権を交代させようと思う 合わないっていうまあ、投票する人の考え方の問題だと思うんですよね。あの企業経営者はめちゃめちゃ儲かってるんですよ。で、僕はどちらかというと企業経営者なんでであの株も一応持ってるので、要は事業経営をやっています。とか、あの株で儲けてます。っていう人は自民党全然ウェルカムなんですよ。なので、あの僕個人の話でいくとあの自民党ウェルカムですって話なんですけど。 そういうあの庶民は貧乏ですよ。ただ僕庶民じゃないので、あの自民党さん頑張ってくださいって話になっちゃうんですよね。で、人数でいくと庶民の方が多いはずなんですけど、なぜかその庶民の人も自民党を支持してるので、結果としてあの、 一般庶民の給料を上げる必要がない。要は、上げなくても支持されるんだから、上げなくていいでしょ現状の政治家って、現状の政治システムで受かった人なので、現状の政治システムを変えたくないっていう思いが強いんですよ。要は、システム変えたら自分が当選しない可能性あるわけじゃないですか。で、現状維持をすると、まあ、今受かったシステムと思なので、次も受かる可能性が高い。なので、基本的には政治家っていうのは、自分が特別有利になるとかでもない限り、政治システムを変えるという法案を作ることはありません。なので、 あの、こういう政治システムがいいよねとか、こういう政策ってどうだろうっていうのは頭の中で考えて言ったりすると、あ,あ、いいよね、そういう方がいいよねっていう人いっぱいいると思うんですけど、残念ながら政治家が採用しません。例えばその政治家の給料って僕もっと下げていいと思ってるんですけど、政治家って歳費っていう形で給料もらってて、で、それが今3000万円ぐらいで、あの、月に100万円通信費っていうのをもらうんですけど、それって領収書を出す必要ないんですよ。3000万円ぐらい所得がある人って、基本的には所得税が50%なので、 円のお小遣いいいをもらうためには実は実万円の収入がななきゃいけないですよということは、通信費の1200万円っていうのは、実は2400万円分の収入と同じ価値なんですよね。ということは、表向きは3000万円ですけど、実はもらってる額5400万円なんですよ。まあ、あの、手元に残る金額でいくとね。っていうのも、一般の人知らないじゃないですか。で、政治家みんな知ってるんですけど、それ、あの、黙ってるし、それ減らした方がいいよねって絶対言わないんですよ。だって政治家損するじゃん。例えば、その、日本の総理大臣が、 通信をなくしましょうとか、領収書が必要な形にしましょうって言ったら、その総理大臣って、総理大臣辞めさせられるんですよ。いや、その総理大臣って、国会議員の投票で決まるので、国会議員が損するような政策をやるとすると、政治家から反発を食らうんですよね。なので、あの、菅さんみたいに、あの、もうお前のこと誰も支持しないよって言って、総裁選出れないみたいなことになったりするんですよ。っていうのがあるので、その政治システムどうした方がいいよね、とか政策どうしたらいいよねっていうのは、あの、アイデアとしては、それは正しいよねってあるんですけど、残念ながらあの、日本の政治家がそれを通さないっていう。 なので、あの、僕、政治家の給料を下げた方がいいと思うし、政治家の人数減らした方がいいと思うんですけど、例えば、じゃあ政治家の人数半分にしますっていうと、半分の政治家はクビになるじゃないですか。 なので自分は絶対政治家でいたいのでクビになるような法案というのは通さないんですよなので政治家を減らすという法案が通ることはありませんみたいなね、えー。現在の日本が抱えている問題のほとんどが少子化が起因だと思ってます広木さん少子化担当大臣になったら何にしますかまあ別にあの少子化だけが原因だとは思わないですけどね僕は、はい、厳密に言うと日本固有の,その高齢者の多くの人が考える考え方というのが日本中に割と根付いていてその結果少子化対策もしないし潰れるべき 会社も潰れないので経済成長率が悪いものだし残業代を払わないであの働くのが当たり前だよねっていうその日本で 日本人の高齢者の人が考えがちな考えというのが、実はその最大の原因なんじゃないかなと思ってるんですけど、要は思想なんですよね、原因は。えー、ひろきさん、組織化担当大臣になったら何をしますかで、まあ、あの、子供を産んだり1000万円配るっていうのをやるんじゃないかなと思うんですけど、もともと岸田総裁、あの、自民党の岸田さんっていう人が、あの、自民党の総裁になったんですけど、その時にその、分配をして成長するって言ったんですよ。要は、あの、日本って割とその、あの、お金そんなに持ってないで生活きついですっていう人があるので、その、分配なくして、 成長なしっって言ったんですよね生活きつい人っていうのをほっといてもしょうがないと。なので、その、そういう人たちのお金を配って成長させましょうって言ってたんですけど、いずの間にかその、成長なくして分配なしっていう、何故か入れ替わったっていうのがあって、なので自民党はもう分配しないと思うんですけど、立憲民主党とか、の、令和とか、あの、割と野党とか、まあ共産党とかは分配した方がいいよねって言ってるんですよね。 で、分配した方がいいよねは僕は個人的にもそうですねと思いますと。あの、苦労してる人がいっぱいいるよりは苦労してる人少ない方がいいねなんですけど、ただ、分配をしようがしまいが成長なしは変わんないんですよ。例えばじゃあそのお金持ちからいっぱいお金を取りました。で、分配しました。じゃあその結果どうなりますかっていうと、あの、ま、お金のない人がお金を使うようになりました。で、その分お金持ちがお金を使えなくなります。なので、日本全体で使うお金の量自体はそんなに変わんないですよね。 まああのお金持ちが溜め込まなくなって使うからいいじゃないかって言うんですけど、溜め込まなくなった結果っていうのは投資をしなくなったってことなんですよ。 まあ、その、まあ、投資っていうのが株なのか、その、あの、銀行預金なのか、まあ、違いますけど、とりあえず、ただ、その、企業、あの、お金の総量が決まってる以上、その、分配しようがしまえば、お金の総量は変わりませんと。なので、あの、成長するかどうかって言ったあんま関係ないですよ、分配に。で、あの、じゃあ、なんで日本の経営、その会社が成長しないかっていうと、あの、無能な経営者が温存されてる問題っていうのがあって、あの、シャープっていう、あの、無能な経営者が経営してる会社があったんですけど、あの、赤字になりましたと。で、もう赤字になったんで助けてください。 ってね、台湾のホンハイっていう会社に行って台湾のホンハイの会社の社長がじゃあ俺が立て直しするわって言ってなんか1年か2年で黒字になったんですよね。なのであの優秀な経営者が経営すると割と黒字になるんですよ。 で、まあ、まだに上海、あの、そのシャーパーうまくいってるんですけど、で、5年前ぐらいに、あの、日産っていう名前の、もっと前か、10年前ぐらいに、日産っていう名前の、あの、借金2兆円の会社があったんですよね。いや、借金だけで2兆円ですよ。その、利子、利子が1%とかでも、あの、200億円ずーっと借金返さないいいや、たった1%の利子でも、200億円毎年払わなきゃいけないっていう、2兆円っていう借金を負うっていう、めちゃめちゃひどい会社があったんですよ。で、これはやばいっしょっていうのは、 で,で、あの、カルロス・ゴーンっていう、あの、レバノン生まれ、ブラジル育ちのフランス国籍を持ってるおっさんっていう人が来て、で、リストラしまくって、で、あの、割と売れる車を作って、結果として黒字にしたんですよ。 で、黒字にして、利益も上がるようにして、で、お、さすがゴーンさんっていう時に、そのゴーンさんが無能な日本の経営者をクビにしようとしたんですよね。西川さんっていう、えっと、副社長かなんかだけど、この人無能だよねっていうのを追い出そうとしたら、この人がいなくなれば、俺はクビにならないっていうので、西川さんっていうのがクーデターを起こして、で、結局その、あの、ゴーンさんに架空の給料を出すって言ってたけど、それはでも架空の給料を出すって っていう、契約をした以上は、そこの、あの、所得税を払うべきだよね。で、それ払ってないんだから、あの、違法だよね。っていうので、ゴーンさんを逮捕させたんですけど、サイカーさんも同じ契約してて、いや、お前も払ってねえじゃんっていうので、なので、サイカーさん結局、取締役辞めさせられたんですよね。っていうのがあって、で、まあ、あの、ゴーンさんってその優秀なので、その後にあの、レバノンに逃走劇をして逃げるっていう、まあ、あの、なかなかマニアックなことをするんですけど、とはいえ、その、経営者としてのゴーンさんってめちゃくちゃ 優秀だったんで,すよで、あの、日本の経営者に戻った途端、日産って今赤字なんですよ。で、そのゴーンさん追い出しました。で、元々いい会社であれば、じゃあ同じことやり続けて利益出せばいいじゃんなんですけど、残念ながら日本人の経営者無能だったんで、あの、めっちゃ赤字になってるんですよね。っていう感じで、あの、無能な経営者っていうのがいると、ちゃんとした会社でもすぐ赤字にするんですよ。で、その、じゃあなんで無能な経営者っていうのが日本のその大手企業にずっと多いのかっていうと、アメリカとかの場合って、利益を上げてない会社の場合、株価 がが下り続けるんですよねダメな会社っていうのを株価が下がることで優秀な経営者とか元気のある会社がそれを会社を買い取ることでその優秀なスタッフっていうのだったり特許だったりっの再利用することで有利利益を上げるっていうのをアメリカはやるんですよねで他の国もやるんですけど 日本の場合って、その日本の株価を、その年金財団だったり、日銀だったりっていうのがずっと買い支えてるので、ダメな会社の株価が下がらないんですよ。なので、あの、投資はやばいよねってずっと言われてるんですけど、株価下がらないんですよね。<laughs> っていうのがあって、その、ダメな会社がずっと長持ちしてしまうので、なのでその優秀な経営者である必要がないんですよ。 要はその経営者が無能だと株価が下がって、じゃあその株主が怒って、じゃあ経営者をすげ替えるっていうパターンだったりとか、そのもう、あの、株価自体が下がるので、会社ごと買われるっていうのがあって、無能な経営者を排除する仕組みっていうのが、その上場市場、その株式市場にあるんですけど、日本の場合それがなくて、なんでその日立とか東芝とかでも、そのサラリーマン社長みたいな、ずっとその会社にいました。で別に経営能力高いわけじゃないですっていう人が、クビにならないでい続けるっていう。 で、あの、東京電力っていう、あの、東日本震災の際に、福島であの、原発を置かなくして、放射能をばらまきまくったっていう会社があるんですけど、で、あの会社のトップの人たちって、津波があったら、ここのその緊急電源っていうのを使えなくなるから、原発ぶっ壊れますよっていう、その報告を受けてたんですけど、よくわかんないから、そこまでいいよって言って放置したんですよね。 で、その放置した人たちっていうのは退職金もらって満額もらって辞めて、で、今の社長の人たちっても別に何かじゃあその事業をちゃんとやったかというと特にやってないんですけど、でも震災の直後の1、2年かなんかで、なんか利益上げて配当を配ったんですよね。<laughs> っていうぐらいで、そのダメな経営者、無能な経営者がクビにならないし、何の問題もなく暮らせるっていうのが割と日本のルールだったりするんですよ。 アメリカの場合って、あの、経営者がやらかすと、株主代表訴訟っていうのがあって、あの、経営者訴えられて、めちゃめちゃ金取られるんですよね。ほんで、あの、オリンパスっていう会社がちょっと前に違法なことをやって、で、それを告発した外国人社長を追い出したんですよね。で、その結果でも、株主代表訴訟の時には、取締役側は勝っちゃって、確かお金払ってないんですよね。 っていうのがあったりするので、なので、あの、その、ダメな経営者が結局温存されるっていう構造が日本にはあるので、なので、その生産性が低いままなんですよね。で、要は経営者が無能でも許されるんだったら、それは従業員も管理職も無能でも許されるよねってなって、要は無能が首にならないっていうのがずっと続いてるんですよ、日本の社会って。